ボボナロ県は、東ティモールに13ある県の一つ。西部の県の中では2番目に大きい。1368平方キロメートルに2008年の、推計で9万3787人が暮らす。アタバエ、バリボー、ボボナロ、カイラコ、ロロトイ、マリアナの6地区からなる。ポルトガル領ティモール時代はビーラ・アルミンド・モンテーロが、県都であった。北は、 サブ海に面し、北東で、力車県、東で、エルメラ県、南東で、アイナロ県、南で、コバリマ県、西で、インドネシアの東ムサトゥンガラ州と、それぞれ接する。県とは、国内第四の都市であるマリアナ。人口は2004年時点で13,200人。首都ディリから南西へ1 4 9トル行った、南域9度00分。 生計125度22分の地点に位置する。その次に大きな都市はボボナロで人口6700人。このほかロロトイにも3800人が暮らす。インドネシアとの国境をまたぐ幹線道路上に位置する。マタイン村はボボナロ県に位置する。雄大な山々と温泉からこの県は国内でも人気が高いが独立戦争時は 地で血を洗う場となったヒューマンライツ・ウォッチは、インドネシア国境から17キロほど行った、バリボーでは独立の是非を問う、住民投票の前に民兵による襲撃を受け、7割の建物が破壊されたとしている。また、バリボーではインドネシア侵攻時の1975年10月16日にも5人のオーストラリア人ジャーナリストが、インドネシア軍に殺害された。 東ティモールの公用語はテトゥン語とポルトガル語だがボボナロ県の大部分ではマレーポリネシア語派のブナク語とケマク語も話される。憲法ではこれらの言語も公用語とされている。ありがとうございます。